じゃあこんにちは。さて、あれ何やるんですか今日。問題です。ちょっと待って、問題です。なんだ急に。はい、いやちょっとさ、やっぱデータってさ、はい、結構面白くて、うん、まあ記録、その中にデータの中に記録ってあるじゃない。はい、その中で、うん、なんか開幕もずれてるしさ、暇じゃない。暇なんだよ今。俺、まあ野球選手ってさ、はい、今めちゃくちゃ暇だと思うよ。野球選手じゃない、野球解説者とか。だって公演は飛ぶ、テレビは飛ぶ、はい、解説は飛ぶ、何もで新聞は飛ぶ、はい、ラジオは飛ぶ。おお、何にもない、ガラガラです、スケジュールで。ちょっとね、はい、いろいろやっぱこうちょっと調べたんだよ。お、ね、うん、で森藤に、うん、まあ、どのぐらい知識があるか、はい、ちょっと問題です。怖い。はい、お願いします。まあ、これはあの記録だけど限定してるからね、はい、2000投球回以上でピッチャーね、はい、2000投球回、2000投球回、まあ大体シーズンに試合の数だけ投げる、はい、まあ今だと142とか3じゃない、はい、それをいったらクリアしたら規定投球回数ね、うん、それをこう積み上げて2000を超えてる人、はい、その中で防御率、はい、ナンバーワンは誰でしょう。ある程度ベテランだよね。そうですね、大体何歳ぐらいまで行くとってことですか、現役みな昔の人。いやだから200イニング投げてても10年かかると、はい、10年はか、じゃあ大体現役皆さん30半ばぐらいまでやってる人たちですね。まあいいとこだな、いいとこだな、あ、考えいいね、お前。30半ばぐらいまで行ってる人たちですね、30代、うん、ほうほう。 で防御率がナンバーワンの人って誰だ。防御率がナンバーワン、誰だ。さあ誰でしょう。平松さん、この前ゲスト来てくださった。現役だよ。あ、現役、まだ平松さんは現役だったらびっくりするわ。現役でって言ってるから。現役です。現役で、現役で、うわ、30代で。ちょっと待って、パッと浮かぶのは、はい、これ岸投手とか。あ、岸はね、はい、あ、でも入ってる1950イニング。うわ、まあ、足りないんだ。で防御率が 3.02、うん、あんま 3.02 じゃ、まあちょっと、まあでも3点台の前半だからさ、まあまあまあ、ただそれじゃあトップにはいけないですよね。3点、いやいや、2000超えなきゃいけないから、まず足りないですもんね、50足りないし。ちょっと待ってください、岸投手じゃない、はい、一番投げてる現役選手は、はい、セ・リーグ、うん、防御率が一番いいのはパ・リーグ、2000投球回を超えてね。っていうことは今現役で、いやもう結構なベテラン、結構なベテラン、結構なベテランって言って、でもね肌ツヤはいい。そんなの試合まだシアパーンとして本当に見たことあるんですか。あるよ、目の前で。そりゃあるよ。そりゃあるよ。そう、いや肌ツヤいいと思って。いや肌ツヤいい、肌ツヤいい、まあ、肌ツヤはボロボロでさ、ヒントカッサカサでお前投げれないよ、まあ、指先。そうですよね、そうですよ、そう、それはじゃあ湿ってないと。ある程度ヒント、ヒント、セ・リーグの人は、はい、今年開幕投手をやろうとした。まだ分かんないけど、私セ・リーグの開幕投手全部知ってるんで。だからそこでベテランでしょ、はい、ある程度分かった。石川、お、石川、ヤクルトの石川がね2794回投げてて、はい、防御率が 3.87、 3.87、はい、まあ4点近いけど、はい、ベテランになっても投げてきてるわけじゃない、はい、でも若い時にやっぱ抑えたんだよね、あのボールで。だずっとエースでやってましたもんね。そう、俺は大好きなピッチャーだから、石川は。ね、背小さいのに小柄なのに頑張ってますね。故障しない。あ、ローテーションを常に守る。で今年一応開幕投手予定ですもんね。すごい。でも1位じゃないんだよ。登板数は1位だ。あ、登板数だよ。投球回は1位だけど、はい、1位じゃない。防御率が。で防御率1位はパ・リーグですよね。うん、ヒント。ヒント、はい、まあ、遺跡を重ねてる。遺跡を重ねてる。で、奥さんが芸能人。奥さん芸能人。モデル。モデルかな。もともとモデル。もともとモデルだね。押切萌衣ちゃん、奥さん。そうそうそう。ああ、若い投手。若い投手。お、若い投手。若いがね。何回投げてます？2315。2315。防御率が3.51。3.51。
やっぱ大したもんだね、こう考えると。でもさっき私一番最初に言った岸投手が1950ですよね、はい、投球回数、はい、あとじゃあ50回足して防御率そのままでいったら、うん、もしかして1位になりますよね。1位になる。でも2人ともこれ西武出身ですね。涌井投手なんですね。そうへー。5位が、はい、3位がちなみに誰だ、うん、現役です。現役だっつってんだよ。平松さんは出てこないって。出てこない。カミソリ出てこない。斉藤まさきさんも出てこないですよね。桑田さんもね。これが宇都宮なんだ。宇都宮が投手なんだ。あ、3位で2000は行ってないよ。1969。あ、まだ足りない。3.21。いや、大したもんだよね。まあ、すごいですね。大したもん。でも2000やっぱ超えるってすごいことなんだ。だからさ、5位が金子、1935。はい。で防御率が 2.97。 金子投手はやっぱすごいです。いや だけどね、この上位の共通点っていうのは、うん、剛腕じゃないっていうことだよね。確かに柔軟性がある。柔軟性があるよね、はい、いろんな変化球を駆使してコントロールのいいピッチャーがやっぱ打たれてないっていうことだよ、ね、確かに。あとそんな大きい怪我とか故障を繰り返さない。ああ、そうだ。だすごいでしょ。すごい。しかし化け物がいる。お前ひどいぞお前。これ化け物どういうことですか。いや防御率ランキングね、はい、うんうん、俺も知らない人なんだけど、そう、藤本さんっていう、はい、藤本さん、うん、がいて、はい、2628イニング投げてね、はいはいはい、1.90。すごい。いってないんだよ。すごいじゃないですか。2点取ったら勝てるというピッチャーだよ。そんな方がいるんですか。でも、まあ、名前知らないでしょ。藤本さん、うん、あんま知らない。で稲尾さんって、ああ稲尾さんはよく聞くよね。聞きます。稲尾さんが3599イニング、すごっ、投げて 1.98、すごい。すごいだろ。なんでそんな点取られないで。で金田さん、あ、もう金田さん、ね、400勝投手、はいはいはい、イニングがすごい、5526。5500だよ。これ今だったら働き方改革ですよ。めちゃくちゃだよ。関数入りますね。それで 2.34、はい、すごくない。どんな腕を持ってたんですか。入れ替えてたんじゃないですか。なんか毎日こうやってやっぱッてネジで止めて、そう止めて、いやじゃないと。で江夏さん、大江夏さん、はい、江夏さんイニングがちょっとやっぱり金田さんより低く、うん、3190。いやそれでもすごいですけどね。いやこれでもすごいんだよ、はい、これでもすごいんだけど、はい、防御率が 2.49。 でもすごい2点台なの。浮き上がる、ね、平松さん言ってたけど、で若いところ、まあ皆さんが聞いておおっていう人は、うん、斉藤まさき。あ、やっぱ斉藤まさきさんだ、うん、それでもやっぱりイニングが減るな。いくつですか。あれだけ完投ミスター完投って言われながら、うん、2375。もう5000聞いちゃってるからな。なあ、防御率が 2.77。 やっぱ大エースだわ。いやそうですね、巨人。まあ知ってるところで大野さんね、大野豊さん、はい、ね、2231、はい、防御率が 2.90。 うん、やっぱすごいね。すごいですね。まあ、杉内もすごいわ。ああ、あの杉内、うん、ただ2091、うんうん、防御率が 2.95。 すごい。でも杉内選手って2091なんですね、うん、もっとなんか投げてる感じがするでしょ、うん、でも斉藤まさきなんかさ、毎度完投のイメージあるでしょ。ありますあります。いや、うん、それでイニングが2375、それでも3分の2。いやだからもうね、5000を1回切っちゃってるから。5526って。いやどういうことですかこれ。多分だいぶ腕伸びたと思うよ。もうほとんどバッターに届くぐらいまでこう腕があったの。いやゴムゴムのあれじゃないですけど、ワンピースの、うん、はい、いやだから上には上がいるなと思ってさ。すごいですね。まあただね、現役に今の頑張ってるね、はい、石川や涌井、はい、ね、これは追っかけてる宇都宮、岸、金子とかさ、はい、やっぱそれなりにこうエースを張った人たちだよね。そうですよね、うん、だから少しでも過去の人にね、うん、近づけるように、はい、まあ、頑張ってほしいと思いますね、はい、いや、はい、面白かったです今回の。面白かった、はい、まあ当たらないよな。当たらない、ね、分からない。これあれですね、ほら今なかなかね外出できないので、お子さんとかお父さんとか一緒に知らない人たくさんいるよ。
俺だってわからない人がたくさんいるんだ。現役で、うん、やってみるのもいいかもしれない。応援してほしいよね、うん、はい、はい、そういうことでした、はい。